はいどうも、風間優里と申します。神隠しの夜の続きを読んでいきましょう。前回はみんな酔っ払って、部長はもう眠ってしまって、お開きという形になりました。そして美咲さんの口から、卒業したら辰巳さんと付き合うことになるという告白を受けました。その後ですね、その後島抜きと辰巳さんと3人で部長を抱えてシュラフまで運んだ。部長は熟睡していて全く目を覚まさなかった。お前もだいぶ酔っているな。もうさっさと寝た方がいいぞ。明日も早い。立ちながらうつらうつらしていた島抜きは、辰巳さんの言葉にうなずいて自分の寝床へと戻っていった。その様子を見て辰巳さんと目を合わせて笑った。辰巳さんと洞窟の中央部に戻り、リサと美咲さんが帰ってくるのを待ってからその場を解散した。翔と友香ちゃんはまだ話が尽きないようなので、明日のためにあまり夜更かししないようにだけを伝えておいた。翔たちのすぐそばにあるテントの骨組みに干されているメンバー全員のアウターをちらりと見た。撥水性がいいのでもう乾いているのだろう。時刻はちょうど9時15分だった。すっかり眠くなっちゃったな。洞窟の奥の寝床まで移動すると、リサはあくびを噛み殺してそうつぶやいた。ああ、新一郎と二人きりになれたら、ゆっくりお話しようと思ってたのに。今日は疲れただろうし、もうさっさと寝よう。はーい。じゃあ、ほら。リサが僕に近づいてきた。僕はリサの肩に軽く手を添えると、口づけをした。あ。結構濃厚な口づけだったんですね。満足満足。控えめに言っても誰よりも可愛い。上着と靴を脱ぎ、二人ともシュラフの中に潜り込んだところでライトを消した。新一郎？何？好きだよ。ありがとう。違うでしょ。僕も好きだよ。それも違う。少しためらってから口を開いた。愛してるよ。一点の曇りもなく、リサを心から愛しているのは間違いないが、口にするのはやはりこそばゆい。私も愛してる。そのやりとりで満足したのか、リサはそれきり静かになった。イチャついてんな、もう。リサ？小さな声でまだ起きているのか確認する。リサ？もう一度。返事はない。もうすっかりリサは眠りについたらしい。リサ、愛してるよ。おやすみ、リサ。いない。どこにもいない。どこ行ったあいつら。誰の叫び声だ？セットしたアラームが鳴るよりも早く、洞窟中に大きな怒鳴り声が響き渡った。目をこすりながら、冷気対策のためにかぶっていた目出し帽を脱ぐと、部長が近くに来ていた。
おい、岩月、起きたか。大変なんだよ。部長、どうしたんですか、こんな朝っぱらから。ないんだよ、荷物がなくなってるんだよ。そんで、ショウとトモカがいなくなってるんだ。どういうことですか？どういうことですかじゃねえよ。俺は辰巳さんたちを起こしてくる。お前らも早く起きろ。そう言って部長は入り口の方へかけていった。ふと横を見るとリサも起き出していた。なんかまだ頭がぼーっとする。今の騒ぎで目を覚ましたようだが、顔色はあまり良くない。飲みすぎだよ。ほら、お水飲んで。うん。水筒のコップに水を注いでからリサに渡した。リサがぐいっと水を口にする。ありがとう。でもなんかちょっとまだクラクラするな。リサは目をつぶって頭を押さえている。そういえば僕もなんだか頭がぼーっとする。目を閉じてこめかみをもみほぐしてから自分も水筒の水を飲んだ。よく冷えた水を飲んだら頭がすっきりした。出発前にこの水を補充しておかないとだね。僕はリサに向かってそうつぶやいた。あ、でも部長が変なこと言ってたね。変なことってね。リサが首をかしげる。部長の言葉は聞こえていなかったようだ。荷物がないとか、ショウとトモカがいないとか。本当？うん、とりあえず確認しに行こうよ。ええ。あれ？靴がない。確かにリサの言う通り、昨日寝る前にシュラフの横に揃えておいた靴がなくなっている。辺りを探してみるが、どこにも見つからない。これってどういうこと？どうして？わからないけど、部長の話と関係があるのかも。とりあえずみんなのところに行きましょう。うん、危ないから足元には気をつけてね。そうだね。ありがとう、新一郎。洞窟の中で靴がないのは結構致命傷だな。とりあえずまずは状況を確認しようか。自然と場を仕切ることになった辰巳さんが不安を和らげるような柔らかい口調で切り出した。冷静な辰巳さんはこういう時に鼻息の荒い部長より頼りになることは間違いない。辰巳さんと部長ってなんか正反対の性格をしているよね。そういうところがなんか逆に相性がいいのかもしれないね。亡くなっているのは全員の靴、そしてアウターだな。それとショウとトモカの姿が見えない。淡々と事実を述べているが、これは大問題だ。靴もアウターもない状態でここから北アルプスを下山するなんて自殺行為だ。みんなそれを理解しているので焦りを隠せない。まずは二人が洞窟内にいないかどうか隅々まで探してみよう。もしかするとみんなの靴を隠してかくれんぼをしているだけかもしれない。そんな冗談で済む話じゃないですよ。ヤシロくんがそうやって大声を出すから怖くなって出てこれなくなっているだけかもしれないわ。そんなことあるかもしれないと自分でも思ったらしい。部長は気まずそうに途中で言葉を切った。もし二人を見つけた場合は質問したりしないで優しく接することにしよう。相手も二人だからバラバラに探すよりもペアを組んだ方がいいな。ヤシロは美咲と、岩月は橘と、
俺は島抜きとペアを組むことにしよう。二人の様子がおかしかったら、すぐに大声を出して他の仲間を呼ぶんだ。部長と組むように言われた美咲さんだけ少し不満そうな顔をしたが、特に異論は挟まなかった。だが洞窟内を靴下一枚で動き回るのも危険だ。ちょっと待っててくれ。こういう時のために準備してきたものがあるんだ。そう言って辰巳さんは自分の寝床の方向へと歩いていった。新聞紙を手に戻ってきた辰巳さんはメンバー全員のために新聞紙で簡易スリッパを作ってくれた。防災の授業で小学校の時に習ったんだ。私そんなすごいものを習った覚えがないぞ。まさか登山中に役に立つとは思わなかったな。腕時計を一別してから辰巳さんが続ける。さて今がちょうど6時半か。そんなに広くもないから、各自隅々まで探し終わったら、またここで集合だ。自分の荷物で靴以外になくなっているものがないかも、念のため確認しておいてくれ。みんな真剣な面持ちでうなずいた。よし、じゃあそれぞれ探索に行こう。足元には十分気をつけるんだぞ。最後は部長の指示で一同が洞窟に散らばった。少し事件が起きてきましたね。やっぱり見つからなかったか。荷物まできれいさっぱりなくなっていたわ。こういう状況になってくるとやっぱり自発的にいなくなった線が強いんですかね。でもさ、その全員分の荷物がなくなってるのかな。そうだとすると二人で持ち込む、持ち去るのは難しいんじゃないか。辰巳さん、美咲さん、僕の順番で口を開いた。洞窟内をくまなく探し回ったものの、二人の姿が見つかることはなかった。メンバーの顔色は一様に冴えない。みんなの荷物は無事だったんだ。やっぱり翔と友果の荷物だけなくなってる。で、本人たちもいなくなってるってことか。私たちの荷物は靴とアウター以外になくなっているものはなかったみたいですね。その二つがないから大問題なんじゃないか。靴も履かずに雪山を下山するなんて無理だぜ。すぐに凍傷になっちまう。アウターがないってだけでも生死に関わるのによ。まあ寒いもんな。リサの言葉に部長が強く反応した。部長の言葉はもっともだ。これだと身動きを取ることは不可能ですね。僕はそうつぶやいた。くそ、ショーの野郎の嫌がらせに決まってる。昨日も空気読まずイチャイチャしやがって。ショーとともかちゃんが自分の荷物とともに忽然と姿を消しているという状況からすると、部長の決めつけもあながちおかしくはない。神隠しなんじゃないかな。これまで黙っていた島抜きがぽつりとつぶやいた。誰もこれには反応せず、しらけた空気が漂う。そうかもな。辰巳さん、適当な相槌を打たないでくださいよ。そんな非科学的なことあるわけないでしょう。科学で説明できないことなんていくらでもあるとは思うけどな。ただその可能性を検討するのが後回しであることは間違いないな。まずは二人、もしくはどちらかの意図的な行動だと想定してみることにしようか。みんなが寝静まっている間に足止めまでしてこっそり出発する理由って何か思い当たるか。辰巳さんの言葉に誰も口を開かない。そうなんだよな。何も思い当たる節がないんだ。昨夜楽しそうに談笑していたあの二人が自発的にこんなことをする理由なんて何も思いつかない。まさか僕たち全員に対して
強い恨みがあるなんてことは多分ないだろう。坂田くんが山口さんを誘拐したとか、誤って殺してしまって外に運んだなんてどうですか？どうですかじゃないだろうと内心突っ込む。島貫くん、何を言ってるの？どうだろうな。ただ確かに二人が自発的に出て行ったわけではない可能性はあるな。何にせよ、まずは先ほどまでの状況を整理しよう。今の状況につながるヒントがあるかもしれない。なんだろうね。理由が全くわからない。まず昨日解散した時間ははっきり覚えている。9時少し前だったな。その時にはショウもトモカもそれまで通り普通に会話していたように思う。その後からヤシロがみんなを起こした6時くらいまでの約9時間、気づいたことがあれば教えてほしい。辰巳さんがみんなの顔を見回す。まず二人と近い位置に寝床を構えていた二人、何か見聞きしたことはないか？一つ気になっていることがあるの。美咲さんがためらいがちに口を開いた。寝る前にアラームをセットしたのにちゃんと起きられなかったの。それにあの後すぐに寝たのに9時間も寝っぱなしなんて珍しくて。別におかしくはないんじゃないか。昨日は出発時間だって相当早かっただろうし、一日中雪山を歩いてその上酒まで飲んでたんだからな。美咲さんはあまり納得していない様子ではあるが、反論もできないのか口を閉ざした。辰巳さん、私もなんだか昨夜から頭がぼーっとするんです。助け舟を出すように同調したのはリサだ。俺だけじゃなかったんだな。俺もいつもより頭がクラクラしてる感じがするんだよ。あ、その自分も少し。部長と島抜きもリサに賛同した。岩月はどうだ？僕もちょっとぼーっとしますかね。あのなあ、辰巳さんがうんざりした表情を浮かべた。朝起きられないとかぼーっとするとか、単純に典型的な二日酔いの症状じゃないか。その証拠に俺は全く体調に変化はない。いつも通りだ。辰巳さんはそう断定した。疲れだけじゃなく、ここは気圧も低い。普段よりアルコールが回りやすい状況なんだよ。医者の卵の言葉に反論のしようもなかった。寮の差はあれ、昨日一晩でウイスキーもワインも焼酎も少人数で空にしているのは事実である。確かに飲みすぎだな。飲みすぎなのは間違いない。やっぱり酒を飲むのをやめたのは良かったかもしれないな。辰巳さんがそう独りごちてこの話は終わった。さて、改めて建設的な話をしよう。昨日9時に飲み会が終わってから朝6時まで何か変わったことはなかったかな。さっきは変なこと言ってごめんなさい。仕切り直した辰巳さんに話を振られた美咲さんが、まずは萎縮したようにまずは一言謝った。でも私は何も話せることはないわ。お開きになってからすぐに寝ちゃったから、二人が近くに戻ってきたのには気づかなかったわ。途中で夜中に起きたりはしなかったか？一度も目を覚まさなかったわ。ヤシロ君に起こされるまでは。その話の通りであれば何も役立つ情報はない。そのヤシロはどうなんだ？あの、実は、夜は覚えていないだろうから朝だな。あ、はい、すみません。俺はアラームで起きてトイレに行こうと思って靴がないことに気づきました。次にアウターもないことに気づきました。でもう朝だし
ショーを起こして聞こうと思ったら、ショーとトモカまでいないことに気づいたんですよ。部長は気づいてばっかりだ。他に変わったことは？辰巳さんの話に部長がしばらく考え込む。ないですね。少なくとも俺が起きた時間に、少なくとも俺が起きた時にはもう物はなくなって、二人が消えていたことは間違いないです。昨晩起きてるに人がいないと、なんとも。そうか、わかった。辰巳さんは納得してうなずいた。島抜きはどうだ？自分は何もないです。部長を運んでからは、先に自分のとこに戻って寝てました。島抜きも朝まで寝てたのか？普段はあまり寝つきは良くないんですが、昨日はすぐに眠りについて、さっき部長に起こされるまではずっと。島抜きもかなり飲まされていたからな。部長が気まずそうに下を向いた。岩月たちはどうだ？辰巳さんの質問に思わずリサと目を合わせた。目を見ただけでお互いの回答が予想通りなのも、目を見ただけでお互いの回答が予想通りなものだと分かり、自然と目を伏せる。私もみんなと変わらないです。同じくです。みんな朝までぐっすりか。俺はいつも不眠気味だから、嫌味じゃなくちょっと羨ましいな。辰巳さんが残念そうにつぶやく。辰巳さんが知ってることも教えてくださいよ。進行のために質問役に回っていた辰巳さんに対して、部長がなぜか責めるような口調で尋ねた。ああ、最後に二人に会ったのは俺だな。時刻は11時ちょうど。俺は寝つきが悪いから、あの後も本を読んでたんだけど、さて寝ようと思った時に、まだ二人が起きていたから、早く寝るように声をかけに行った。それ以外に何か情報はありますか？二人が姿を消した時間が9時以降でなく、11時以降に変わったというだけだな。強いて言えば、俺はいつも眠りが浅いから、物音とかがすればすぐ目が覚めてしまう。昨晩はそういった記憶がないから、大きな物音はしなかったように思う。辰巳さんは入り口付近にいましたから、それも意味ある情報かもしれませんね。僕は自分が思ったことを補足した。やっぱりあいつらは自発的にいなくなったってことじゃないのか？どうしてこんなことを？しばしの沈黙の後、部長が悲痛な面持ちで叫ぶ。叫んだところで事態は好転しないが、部長の性格からして叫ばずにはいられないのだろう。そうだな。何のために姿を消したのか、俺には想像もつかないな。それに比べて辰巳さんは普段通り冷静そのものだ。いや、分かったかもしれないぞ。そういった部長にみんなの視線が集中する。あいつら、もしかして俺たちを皆殺しにする気なんじゃないのか？まさか。何言ってるんですか？否定するリサは明らかに動揺している。確かに靴もアウターもないんじゃ、とても外に出ていくことはできないわ。美咲さんも困惑気味だ。いや、そこまで悲観的になることはない。はい、ではここまでにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。さよなら。